その葛城さんでしたっけ、迎えに来てくれてありがとうございます。美里でいいわよ。いや結局本人が呼び捨てでいいって言ったとしても周りがそれを見てどう思うかなんですよね。自分より年上の人を呼び捨てしてるやつっていう風に見られた時に周りからはこいつは礼儀とかわからないやつなんだって思われちゃうんですよ。なので僕は基本的に誰に対してもさん付けをしてるので、美里さんと呼ばせてもらってもいいですか。ちなみにこれ僕どこに向かってるんですかね。特務機関ネルフ、その本部よ。ネルフ、なんすかネルフ。国連直属の非公開組織ね。なんだろう、架空の組織名持ち出すのやめてもらっていいですか。あ、へえ、エントリープラグ初めて入りましたけど結構快適な感じなんですね。まあ僕はそのビールを飲みながらだらだら過ごそうと思います。今日のビールがエントリープラグ注水。お、なんか溢れてきた。なんすかこれ、僕のせい。いや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 、いや最近ねうまくいかないですね。それが LCL よ。 LCL? なんすか LCL って。大丈夫、肺が LCL で満たされれば直接血液に酸素を取り込んでくれます。不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。我慢なさい、男の子でしょ。ははあ、これそもそも体に入れていいやつなんですか。人体が許容できる害と許容できない害があると思うんですよね。でアルコールが体に毒だっていうのは昔から分かってるし、タバコだって人類もう1000年ぐらい吸ってるので大体害だって分かってるんですけど、一応許容できる範囲なわけですよ。この変な液体も実用化させたのは多分最近だと思うんですけど、どういう害が発生するか分からないうちは使わない方がいいと思いますけどね。というか僕を実験台にするのやめてもらっていいですか。発信。おお、へえ、何ですかあの気持ち悪い、あの死んだ魚の目をしたおっさんは。それが使徒、人類にあだなす存在よ。いやそういうの嘘つくのよくないと思うんですよね。ひろゆき、あなたが戦うのよ。何言ってるんですか、できるわけないじゃないですか。座っていればいいわ、それ以上は望みません。なんかそれって根本的な解決になります。っていうかこういう危ない奴らの上陸を許してしまった時点で僕負けだと思うんですよね。しかもその割と都心部なんでここで暴れるのはかなりまずいと思うんですよね。ひろゆき、ダメよ、逃げちゃ現実から、何より日本から。はだって敵が襲ってきた同時に初めてパイロットを用意して、はいじゃあこれに乗ってあいつやっつけてくださいって、さすがに無理あると思いません。はいか家で答えてもらっていいですか。歩いた、なんだか小学生並みの感想を言うのやめてもらっていいですか。あ、コア破壊しなきゃ死なないんだ。へえ、これチュートリアルやるか弱点を見抜ける人でないと難しいと思いますよ。ひろゆき、避けて。いたひろゆき、落ち着いて、あなたの腕じゃないのよ。いや、あなたの腕じゃないのよって言われても痛いものは痛いんだから仕方ないじゃないですか。注射よりはマシだけど。エヴァの防御システムはシグナル作動しません。それプロバイダーに聞いてみたらいいんじゃないですか。フィールド無展開、ダメか。なんかそのよくわからない、例えばエヴァの操縦法僕知らないんですけど、一般的にも多分そんなに常識的な乗り物じゃないですよね。それなのに勝手に期待してダメかって、それは人呼んだ人に対して失礼じゃないですか。ああ、ここ知らない天井っすね。